登録を出して責任感が責任者だから、もう2人が早いな、大丈夫だ、責任持っちゃったら、いけるいける、大丈夫だ、いける。コタ君だったっけ？コタだよ。コタちゃん、大きくなってるね。距離、そうですね。じゃあ、ご機嫌さんだ。またいっぱいか。今、寝起き。寝起きやから。コタ。やっと起きたな。コタちゃん。うん。ほんと、2個してください。今日から聞いたことを出す。出てあげて。わあ、もうすごいですね。わあ、結構馬力あるやん。このオレンジが真ん中らしくて。あ、で、林くん、よく見て。列が。一番外側の列をやってほしいんだよ。どこだ。そうそう。そう。そういうのもちゃんと見た。そう。一番外側の列。一番外の列に行くんで、あ、あれね、そうそう、あれ、ね、あの、太郎くんが先ほどしてくれる、あの列に行く。青年がなかなか厳しいですよ、この観光、まあ、あ、慣れてるな、父さんが、ね、パパがいっぱい取り寄るな。いやでもね、大変だね、もう変わっていくわ、観光飲食旅館もこうやって田舎の暮らしもやけどね、多分もっと変わっていく。で、ちょっと後ろをきれいに整えます、こうやって、はい、で、まあ、あの、肩結びとかじゃなくても、こうギュッてやってねじる、縛るんで、この玉をこの中に蹴っていただいて、うわー、蹴ってるっていう感じで、ちょうど、ぐらいね、そうです。もう一束いってもいいかな。やったらあとはもう、あとは適当や。もうこうやって締め込んどったらいいので、こんな重いね。締め込んだの、はい、ねじ込みます。これってもうちょっと太い方が。よくわ、このやり方が。いや、これでねじる。ねじってな。ほんでな。こうやってな。これこう、締めてな。できたやん。
ゆるいかい。そう、あのね、クロスになってるとこだけキュッて、こうならんといかもな、うん、いいね、くるくるっと、カップ。縛ったやつはもう一箇所に集めて、縛れてないやつだけどんどん結ぶ感じで、ここをギュッて、ギュッて締めとけば緩まんのよ、はじめに。で、多い、これ多い、こいつ軸にくるくるってしとったら、勝手にこうくるっとなるんよ。このこいつをもうここに入れるだけなの。ねじりすぎてクリンってなったやつを入れるみたいな、うん、そう、私誰よりもきつく結べる自信がなあ、5年ぶりに縛りましたわ、うん、あ、でもこうやってみんなが集まってアッキーとまばさくんが続けてくれて、うん、いい、人数がおったら早いな。早いし、やっぱり楽しいし、食べることやすい。ねえ、泥棒。テイク2だね。あ、戻ってきた。絶賛子育て中です。いくつなんですか、あのお子さん。はい、まだ生まれたばっかり。生まれたばっか。はい、3回、もうすぐ3ヶ月。3ヶ月か。どうですか、うん、グリーンバレーが、グリーンバレーが大変なんよ。ケイコちゃんも産休やし、林くんも産休やけどさ。食べんの嫌いなんやな。離乳食嫌いです。あの売ってるやつだけど。うん、自分で作ってもあんまり好きじゃないな。何食べてるんですか、おっぱい。おっぱいが大好き。まあ、OK だとゲームな。うん。で、うちは、そうね、おっぱいでも、ミルクでも作ったら。面白いよ、リミちゃん。面白いお兄ちゃん。落ちた嫌です。やっかいしてみよう。ニコニコちゃんしてください。ニコニコはーい、ニコニコちゃんです。待ってくる。乗せてっていいの、ほんま。乗せてって大丈夫。まさくん、はい、こっちお願いしたいかも。俺こっちやる。あの、軽トラに積んで、昨日みたいに積んでってもらって、うん。自然ってすごいよね。あ、適当に。はい、はい、運ぶだけでも、それが大変だ。よいしょ。リレーを運ぶだけやろ、きついな。
肌にしてるよ。え？この人。バウンズは？綺麗に揃えてほしいですね、こんな感じ、うん、あのこの並べていく、うん、この横の並びを綺麗にちょっと時間のある限り、はい、はい、圧倒的不利じゃん俺がこれそうこの手前を、うん、なんていうんだろう、揃えていく感じだよね、そうそう揃えていく感じ、全く一緒の並びで、うん、了解です、はい、はい、こんな感じ、寝る？いや、そこまでじゃなくてもこれで大丈夫です。でも世代でも全然違うのね、言葉が、うん、あと生まれ、自分でも全然わからないもんね、いいですかすげえ、すげえ変な感じ、あ、めっちゃいい笑顔、あ、OK、 OK、撮影終了、あ、終わった、うん、こっちは終わり、ポルコありがとう、ごめんね、いや、ジャイカです、楽しかった、帰ろうね、帰ろうね、帰りましょうね、帰ろうね、こちらです、いいね、めっちゃいい笑顔です